言葉の処方箋100本ノック東屋でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の言葉の処方箋はこちらです。じゃん。気まげな風貌、気まげ、これはね、がん哲学外来、がん哲学と対話をするんですけども、人の話を聞く時の、態度のことです。気まげな風貌、どんな風貌でしょうかね。暇でもええんちゃうんって思うけど、暇げっていうところはちょっと日野先生のセンスですね。素晴らしいですね。はい、これね、昨日も出てきました偉大なるおせっかい症候群の、認定証ですけども、これの認定基準の一番に暇げな風貌というのが上がっています。じゃん。はい、このパソコンに向かってる人どうですかね。昔、最近は少ないかな、まだ最近は、でも言ってますかね。こういう医者もうダメですね。なんか患者さんの話聞いてくれそうにない感じしますよね。こっちの子、ペン持ってにっこりしてる人どうですかね。このパソコンに向かってる人よりはだいぶマシですけど、できればペンを置いてくれたらもっといいなみたいな感じがしますね。さっきのパソコンの人よりもこっちのパソコンの人の方がだいぶマシですけど、それでも、まで顔だけこっち向いてる。なんかできたらこう体ごとこうなんかしたくなる感じですけども、人の話聞く態度ですね。猫もパソコンに向かってますけど、可愛かったらいいって思っちゃいますよ。最近ね、医者だけじゃないんですね。在宅でね、サービス担当者会議っていうのがあるんですけど、そこに来られるケアマネージャーさんの中で一部の方がね、もうね、どこの初期化かと思うぐらいタブレットとかにボボボボボって打ってはって、ちょ話しようやみんなでみたいな感じがするんですけど、きっとね、さっきのパソコンに向かってる医者もそういう風に見えるんだろうなっていう風に思って、人の振り見て我が振りを直すわけであります。で、この絵わかります？そのお話しされてるんですけど、本を前に置いてる人ね、本を、伏せて本から手を離してお話しされてますよね。そしたら相手の方もなんか、この人話聞いてくれそうっていう気しますよね。なんかそういうのが気まげな風貌です。ちょっと自分のことを横に置いて、その相手の方の話に向き合う態度、これが気まげな風貌です。ほんまに暇じゃなくてもいいんです。忙しかってもちょっと自分のことを一瞬脇に置いて、その相手の方の方に向き合いましょう。それが気まげな風貌です。ぜひやってみてください。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。